博多で生まれ、博多で育ち、博多在住、博多のりな。皆さんこんにちは、りな嬢です。はい、今日はお知らせで動画をアップをしております。いつもたくさんのコメントやグッドボタンとありがとうございます。早速ですが、お知らせとは何か。4月からこのりな嬢 TV、YouTube をスタートをして、まあ、約半年が経過をしたって感じなんやけど、この度、新しくチャンネルを開設をいたします。イエーイ！今4月からスタートして、まあ、半年経ってチャンネル登録が600人となりました。いつも見てくれている皆さんありがとうございます。福岡に住んどって、福岡で生きてきたけ、福岡と博多のことをやろうと思って、福岡のこととか博多弁のこととかを今のチャンネルでやってきたっちゃけど、まあやってきたっていうか、最初らへんは画伯とかやったり、料理のこととかをやったり、ダイエットのことをやったり、全体的にはバラバラっちゃけど、今はまあ福岡博多弁っていう感じでチャンネルをまとめ出してきている。今のところに大分旅とか熊本旅、山口旅っていうのを一緒に今まで載せてきたとね、それを別に載せた方が分かりやすいかなって思って、新しいチャンネルを立ち上げることにしました。今の方はこのままチャンネルは残していって、福岡博多弁っていうところでやっていくつもりでいます。新しい本のチャンネルについては旅 YouTube っていうような感じでやっていくつもりで、ただやっぱり毎回ね、旅に行けるっていうわけじゃないけん、福岡のことっていうのも載せていきたいと思っとっちゃけど、今のチャンネルと新しいチャンネルの違いっていうところが大きく一つあって、今はね、喋ってない間をめちゃくちゃカットして、常に喋っとうような感じで動画を編集をしてアップをしとったけど、今回の新しいチャンネルっていうのは全く喋りません。喋らずに文字だけっていうような感じで載せていきたいっていうところが一番編集とかで違うポイントと思っちゃうけど、あとはね、顔をあんまり出さずやっていこうと思っとうのがしんちゃんてるの方。こういうルートで行ったんだとか、福岡博多のことも、あ、こんな感じのお店で食べたんだとか、そういうのが分かるような、参考になるようなものを作りたいと思っているので、あんまり顔を出しすぎずに、全く喋らずにやっていきたいって考えてます。ルーティン風とか Vlog 風とか、そっちよりの編集をやっていこうと思っています。ゆったりな感じ、それぞれ編集で雰囲気が本当に違うような感じになると思うけど、好みもあると思う。かなり好みもあると思う。新しいチャンネルの方については概要欄に URL を貼っています。そして実はアップをしておりますので、ぜひ見てみてください。気に入った方は新しい方もチャンネル登録をしてくれるととっても嬉しいです。たまに内容がね、被る時もあるかもしれんじゃけど、雰囲気は別々になると思う。はい。ということで、今回はね、こういうお知らせやったっちゃけど、これからもこのチャンネルでは、福岡のこととか、博多弁講座とかアップをしていきます。では、皆さん、また会おう。バイバーイ。りな嬢でした。福岡大好き、博多大好き、りな嬢好きならこっち来て。